山口重政は、安土桃山時代から、江戸時代前期にかけての武将、大名、尾張子加星崎城主、日立国宇宿藩の初代藩主。家門は、大内美姓は、忠良氏。山口氏は、室町時代から、戦国時代にかけて、西国の有力大名として、名を馳せた大内氏の所流。尾張に重子を出しの家臣となった。永六七年。 山口守政の長男として、尾張にて誕生。尾張でラブ城主、山口守勝の養子となった。当初は、織田信夫の家臣、佐久間政勝に仕え、天正十二年の小牧、長久手の戦いでは、織田、徳川連合軍の一員として、尾張下市城城、前田城、蟹江城が次々に落とされる中央の城を支守して、豊臣秀吉方の滝川和正と戦った。 天正十四年、家徳を相続した。天正十八年、四君、織田信夫が、豊臣秀吉の駿河国天保を拒否して、改役となったため、信夫に従って下谷国にまで従う。その後、徳川秀忠の家臣となり、五千国を賜った。慶長五年の関ヶ原の戦いでは、秀忠軍に従って、真田正幸が守る品の国上田城攻撃に参加する。 その先行により、戦後、日立薄く一万国の大名となり、慶長11年に大万党に任じられた。しかし、慶長18年に、大久保忠隆の幼女と、嫡男、重信が勝手に縁組したことをとがめられて、改役された上、武蔵国の竜尾田やか寺に撤居させられた。撤居後も、重政の山口家最高にかける執念は凄まじく、 翌年に大阪の陣が始まると、徳川家康に対して、自らが豊臣市に組みした後、豊臣秀頼を暗殺するので、その代償として、お家最高を許してほしいとまで進言している。しかし、これは家康によって拒絶された。慶長20年の夏の陣では、伊伊直隆高軍に属して、和解の戦いで奮戦するが、前に出過ぎたため長男、重信は、 木村主成なりに討ち取られ、弟、死月も戦死した。後年それらの選考により、官営五年、日立牛久で一万五千国の大名に帰り咲いた上、奏者番に任じられた。この時、木村主成なりの子孫は牛久藩に召し抱えられたとする伝説がある。官営十二年九月十九日に死去した。去年七十二。子孫は牛久藩として続くほか、 水戸藩の家臣として続くものもあった。なお、牛久山口氏は、広氏を通辞として使うが、和解の戦いにおいて、伊ーとの戦いで戦死した、木村重成の妹婿、山口広氏邸と関ヶ原の戦いの際に、加賀国大正寺上で戦死したその兄の宇京助山口信広も、広氏を名前に含んでいる。彼らが同族であった場合、木村重成とは、 間接的に隕石であったことになる。ありがとうございます。